同等バス株式会社は、かつて、北海道帯広市に本社を置き、バス事業を行っていた企業を、帯広乗り合い自動車を分割する形で、設立されたが、後に十勝バスへ合併された。1942年10月12日に発表された、北海道における旅客自動車運輸事業統合要項により、十勝市長管内のバス事業者は、帯広乗り合い自動車へ統合されたが、 戦後になり、帯広乗り合い自動車の役員となっていた、旧事業者経営者により再分割が議論された。1946年7月より、旧事業者単位による独立採算を行っていたが、このうち旧、小泉自動車、旧、佐々木自動車、旧、ぬかない自動車、旧、とめ自動車が、路線バスを運行していたとめ池田町、あし町方面の路線は、 新設会社へ譲渡することにより、同等バス株式会社が設立された。1951年12月28日付で分割認可を受け、1952年4月1日に分割が完了。旧の運行系統、13台のバスで営業を開始した。分割前の1951年春には、帯広観光連盟から帯広アンコ 直通運行の要望が寄せられたが、同等バスへつながる旧事業者は、運行系統の通りここの区間で運行しており聞く、耳を持たなかった。要望は再三にわたり、これを受けて、帯広の利合い自動車は1952年12月に、帯広上志保路アショロアカンコのルートで、路線開設を申請。同東バスは、猛反発し、帯広本別阿シロア観光の直通運行。 申請するに至った。1954年に、両社とも運行を開始。帯広駅発車時刻は両社とも、札幌駅からの夜行列車到着を受けた6時20分とし、競争が繰り広げられた。帯広の利合い自動車4月1日より称号を、十勝バスに変更とはその後も、路線申請合戦の様相を呈し、帯広市内、近郊路線では、その都度調整が図られた。 道東バスは、帯広幕別池田で運行していたが、トカチバスは、帯広トカチ川温泉に池田で運行するなど、激しい競争が繰り広げられた。差別湖ぬかびら上しほろあしょろあかんこの路線は、道東バスと時を同じくして、バス事業を譲り受けした北海道宅色バスを含めた三車セリネガとなり、道東バスとトカチバスが差別湖あかんこ 北海道宅食バスは差別婚ルカビラの認可となった。貸し切りバスの運行も行っており、1970年4月1日には、同等のバス事業者で組織した東、北海道観光バス手配センターに加盟した。昭和40年代に入り、過疎やモータリゼーションの進行で、バス事業の不振が深刻となった。十勝地方では、同等バス、十勝バス、北海道宅食バス、 国鉄バスが運行しており、ここでの経営努力も限界となり、これ以上の合理化を図るには、民間産事業者は合併すべきとの声が強まった。1970年春から検討が開始され、北海道宅色バスは、競合路線が少ないことから、対象から外され、競合路線が多く合併による、合理化が進めやすい、道東バスと十勝バスとの間で進められることになった。 1971年1月30日に、存続会社を、トカチバスとする対等合併が正式発表され、同年7月30日付で認可。同年9月6日の合併完了届提出を、もって合併が完了し、同等バス株式会社は、約20年にわたる歴史に幕を下ろした。ありがとうございます。